みんなよろしゅう頼むで。都の外の戦場に玉と塵塗る血の雫かな。都の外の戦場に玉と塵塗る血の雫かな。主を守りを固めろ。主を守るが我ら傀儡やらせないぞ。技が持つ連携範囲をつなげて仲間と攻撃を連続させることで高い効果を上げることができる。これを連携と呼ぶ。傀儡は動きを模倣することで他者が使用した技をその場で再現し我がものとすることができる。これを移し身と呼ぶ。一人相撲を取れというのか。周囲に誰もいないとき余力を振り絞り自分一人で連続攻撃を見舞うことができる。これを独壇場と呼ぶ。決まりだ。